武田家が滅んだことで織田家の藩とは大幅に拡大、信長による天下一新は目前となりつつあった。あとは西国の毛利さえ倒せば天下の体制は決する。信長は家康に東国を託すと自身は京へと帰還。毛利攻略に苦戦している秀吉を助けるべく光秀に講演を命じると、自らも出陣すべく準備を進めた。本能寺の変。久しいな、三月。父、信行の仇、うちに来たぞ。まだ撃たれるわけにはいかぬな。俺は信行を死なせた後に誓ったのだ、乱世の断りを壊し尽くすと。その誓い果たさねばならぬ。なあ、俺は親父を。信長様。何事だ。明智殿、ご謀反。来たか。是非に及ばず。光秀さんが、なんで。三月、お前は逃げよ。安く参るぞ。御意。敵は本能寺にあり。乱世の断り。弥助、信長様を守ります。本能寺に攻め入り、信長を討つ。かかれ。現れた銃だが、やすやすと撃たれる信長ではない。迎え撃て。役賊明智光秀を返り討ちにせよ。明智殿の謀反、まるで信長様は予想していたかのような。考えている、いとまはありませんね。弥助は信長様を守る、それだけです。ようやく十兵衛も己が役割に気づいた。その覚悟が本物か、計らねばならん。鉄砲隊を進ませろ。寺の中央を抑えて敵を分断する。何人も止められぬと知る。とも止められぬと知る。敵に情けはかけぬ。かなう相手ではなかったか。お見事にござった。出ます。一発献上。どうぞ。直ちに備えの兵を出せ。明智勢の狼藉を許してはならん。この程度で信長は撃てぬぞ。十兵衛、次はどうで。織田と明智、もろともに焼き尽くせとのことだ。遠慮なく火矢を食らわせてやれ。
この日明智勢によるものではあるが、どうやら横槍が入ったよ。伊賀の里を荒らされた恨み、今こそ晴らす。炎に巻かれて散るがいい。伊賀州の残党か。だがもはや炎に動じる俺ではない。横槍は伊賀州サンド、執念深い男よ。父上をお守りしなくては。皆の者、急ぎ火星に向かうぞ。あれは織田の着手か。討ち取れば敵の息をくじけよう。以上、開門。信忠様、狙われていますか。心得ましたよ。引けをしなくては。急げ。伊賀人どもに先を越されてはならぬ。我らも寺に攻め入るぞ。開門。ごめんなさい。信長には届かぬわ。大詰めの兵も出せ。畳みかけよ。無事のようだ。俺がめちゃくちゃにしてやるよ。任せておけ。サンダよ、俺と十兵衛の戦の邪魔はさせん。華々しく散らせはしねえ。貴様はここで人知れず惨めに死ぬのさ。死のうは一条。それ、信長を殺すの。サンダよ、お前ではない。どうした。卑怯だろうが勝ちゃいいんだ。ただ行儀のいい武士とは違うんだ。そのくだらぬ辞任をとほふってやろう。久秀の謀反、播磨の反乱、信康の一件も全てお前の仕業だったそうだな。
さんだよ。俺はちょっと背中を押してやっただけ。あいつら貴様のことが大嫌いだったからな。まあ美月だけは勝手が違ったが。サンダイ、一つ聞くが、何故俺が憎い？憎いのは俺から全てを奪った武士ども、そして武士の断りに縛られたこの乱世だ。故に俺は全ての断りを壊さんとする貴様に乗ってやった。ところがだ、貴様はすでに新たな武士の世を見ている。そんなもん作らせてたまるかってんだよ。いい加減に死んでくれよ、信長。無駄だ、俺は殺されても死ぬ。貴様のような愚物が相手ではな。くっさ、あとは勝手に殺し合ってる。言われずともそうさせてもらおう。殺合いか。おい織田の間抜けども、信忠はすでにこの世のものではないぞ。信忠様、偽物でしたか。親父待ってろ、今助けに行くからな。任せておけ三月。やはりとどまっていたか。結局織田に戻ってやがったか。たく使えねえ小娘だぜ。俺を誘うかのように道が、決着をつけるべき時が来たということか。開門。いよいよ来るか、十兵衛。明智十兵衛光秀が、あなたを撃って乱世を終わらせる。名乗りの黒さはついに変わらずか。よかろう、ならばその覚悟を示せ。今の俺の刃が生くらかどうか試してみるといい。急げ、前線の味方に加勢せよ。攻め立てろ。蹂躙する。我は無双、全てを壊し尽くす魔王よ。今の俺は冷静さを欠いているようだ。美月の言葉に従い一度引こう。道を開けでしてくれ。頭を冷やしたところで結論は変わるまい。殿は引いたか。頃合いはよし、撃って出よう。一兵たりとも逃すでないぞ。開門。十兵衛、自らおとりに兵を進ませていたか。味な真似をするではないか。討ち死に。極めろ。我が神妙、全て殿に捧げている。ここで朽ちるわけにはいかぬ。信長様よりいただいたご恩、返すのは今です。
までか。殿、申し訳ござらぬ。討ち死に。怒りました。十兵衛との決着の時を誓う。ことがなれば天下は様変わりしよう。その先に開かれる世がどうなるか。信行、貴重、お前たちには見えていようか。信長様はこの弥助が守り抜きます。明智勢の隙にはさせん。長槍兵を打ち払え。なんてやつだ、強すぎる。失礼しました。任せておく。考えろ、美月。俺はどうすりゃいい。俺に何ができる。残るは十名、ただ一人。俺はここだ、信長。終わらせに行こう。最後まで手は抜いてやらぬぞ、十兵衛。助太刀、感謝します。討ち死に。これで味方が動きやすくなった。皆奮戦せよ、明智勢を押し戻せ。十分だ。そろそろ決着をつけるぞ、十兵衛。望むところ必ずやこの手であなたを討つ。どうならあなたとの誓いを果たすまで俺は決して倒れぬ。ならば俺もお前の覚悟に応えるのみよ。逃がさん。押し尽くせ。まだまだ来い、十兵衛。乱世を壊し尽くすため、乱世の象徴たるあなたを倒す。これが俺の出した答えだ。それでいい。親父！乱世は終わる。新しき世はお前が見届けよ。
っ